小野市で5歳から11歳を対象にした新型コロナワクチンの集団接種が今日から始まりました。小野市で始まった5歳から11歳への集団接種では、小児用のファイザー製ワクチンが使われていて、初日の今日は市内の子どもたち116人が接種を受けました。新型コロナウイルス感染の第6波では、小学校などでもクラスターが発生したこともあり、接種を希望して受けに来た家族からは安堵の表情が見られました。すごく身近だから、もう早く打ちたいなと前から思ってたんで、やっとほっとしました。家に受験生がいたんで、怖かったですね。もう子供らの他の子も遊びに行ったらあかんって言って、まあ、守ってくれて、今日、打ててよかったかな。絶対に遊ぶこと。ずっとコロナで遊べなかった友達と一緒に遊びたい。小野市は今後も希望する人が速やかに接種できるように体制を整えていくとしています。